今日はようこそ宮島競艇場へお越しいただきました。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは、久しぶりです。今年の4月から、ですね、財団法人、日本モーターボート競争会、本部付け理事ということでして、大和競艇学校、そうですね、いきなりずっと選手やってて、その一般社会っていうのを知らなかったので、その理事って言われてもいまいちピンとしなかったんですけど、本当に責任ある立場で責任ある行動をしないといけないということで、皆様のね、喜ばれるような選手の基礎っていうか、やっぱり柳川に競艇学校ってあるんですけど、そこで今日々勉強してますけどね、実際に今の内容としましてどういった内容のお仕事をされてるわけですか？そうですね、やっぱお客様のニーズに応えれるような選手を作るにはどうしたらいいかとか、今お客様はどういうことを期待されているかとか、僕の仕事はその競艇学校で、いい選手を作ることも目標、仕事なんですけど、やっぱ競艇の PR もやっぱり仕事なので、やっぱりそういう現場に来てお客さんの目線で何が足りないかとか見たり、そういうことやってますけど、競艇学校に関しては今若いものに足りないもの、例えば僕の子供3人いますけど、僕の子供もできてないんですけど、まず挨拶するとか、でご飯を食べたらごちそうさまですを言うとか、そういうのができてない子が多いんですよね。そこをしっかりと磨き上げて第2の植木道彦を作るという、宮島で言ったら第2の西島選手とか第2の市川選手とか、やっぱり早く出てこないとですね、ちなみにどうですか、競艇学校で上艇して見せたりすることはあるんですか？今実技教官の方2人、吉田先輩と能富先輩が実技教官でおられるんですけど、たまに自分も一緒になって、上艇服着て一緒に乗ってますよ。模擬レースというかレースに参加したりも、ポーンって6艇の中に入って模擬レースしたり、7艇で、結構やってますよ。あ、そうですか、迷惑にならない程度に、ちなみに勝敗的にはどうですか？まだまだやっぱり、やっぱり引退してですね、スタートが早くなりましたね。スタート、なんか全然練習してないのに、0-5 ぐらい常にいけるんですよね。それは自信持っていけてるわけですね。当然フライングを切ると、競艇学校ですから、そうですね、ダメですもんね。だけど今だったら市川哲也に負けないんじゃないかなっていうぐらい結構やめてからは、スタート早くなりましたね。常にプレッシャーとの戦い、プレッシャーを背負ってのレースということが多かったと思うんですが、そのプレッシャーとの戦い方、自分としてはどう克服して来られたんでしょうか？そうですね、僕は20歳の時に大きい怪我しましたし、生きてることが不思議な感じだったので、その時に、残りの選手生活は20年って決めてたので、もう20年間は体がボロボロになっても頑張ると思ってやってたので、常に自分をもう追い込んでましたね。追い込む。このレース負けたら辞めるとか、僕の生き方が全て正しいとは言えないんですけど、ただ 1秒たりとも無駄に時間を使っちゃいけないと思いましたね、あれからは。なんかこう頭の下がる思いがしますけど。いやそんなことないですけど、だからお客様の本当言葉で頑張れる気になるし、また落ち込むこともありますし、やっぱり本当ファンあっての競艇なんで、それは当然中には厳しいお言葉もね。そうですね、最近のお客様は結構優しくなったので。あ、そうですか。優しくなったと思いますね。これだけは言えるんですけどね、やっぱり僕は剣を買ってないからわからないんですけど、やっぱりその誰一人手抜いてる選手いないんで、ただ船剣的にね、的中にならないと、なんであれを抜けないんだって、多分お客さんは思われると思うんですけど、そこにはこんな引き波っていうのがすごくあるんですよね抜きたいんですけど抜けないっていうのが選手の裏事情で、でやっぱり選手はやっぱりその3連単までに入らないと申し訳ないっていう顔を宿舎でされてるんですよね。別に僕はその選手からこう言ってくださいって言われたことじゃないですけど、ではですね、ちょっと最後になりましたけれども、ファンの皆様に、一言また
ございましたらお願いできますか。はい、今日はありがとうございました。まあ、あんまりトークショーっていうのはちょっと今からは少なくなるかもしれませんが、まあ、でもどこかで協定のためにまた頑張ってますので、もしお会いすることがあったら、お声をかけてください。また宮島協定も今からは、だいぶ変わっていくと思いますので、少しでもお客様に喜んでもらえるような、また昔のように大勢のお客様が来てもらえるように、僕も一緒に協力して頑張りますので、今後とも宮島協定の方よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞ、海野ゆかり選手です。今日いろいろとお話を受けていく前に、ちょっと今日かっこいいんでね、ちょっとファッションチェック行きたいと思います。今日ポイントっていうのは何でしょう。これ結構かっこいいじゃないですか。いや、特にはないんですけど、まあ、久々に髪切ったんで、はい、ちょっとボーイッシュな感じにしたんですけど、はい、結構いつもボーイッシュなカジュアルな感じが。そうですね、はい、来年はちょっと髪伸ばしてスカートでも履いてみようかなと思ってます。本当ですか。嘘です。ちょっとね、その姿を見てみたいなと思うんですが、さあ、競艇選手になってから魅力って何ですか。なんだろう、今楽しいですか。やっぱり楽しいです。いつもレースのパターンとかも違うし、新鮮な感じはもう毎回ありますね。まあ、なってよかったと思えるとしたら、私車が好きなので、いろんな車に乗れるっていうのが、はい。逆に辛い、苦労することっていうのは何かありますか。とりあえず私は減量とかも全くすることもないので、まあ、強いて言えば地元で活躍できないことが辛いです。いやそんなことはないと思いますけれども。はい、これはちょっとね、はい、やはりじゃあ今一番思い出に残ってるのは女子王座、やはり嬉しかったですよね。そうですね、まあ、でも一番最近で覚えてるのは、前回の宮島の優勝戦のフライングなんですけど、私もちょっと、はい、あの時は本当に一着取ろうと思って、シリーズはそうですね、あれも最後ゼロ目指していったんで、そのゼロがちょっとゼロ一はみ出たみたいな感じになったんですけどね。やっぱりこれはどうしようと思って、うわ迷惑かかったなと思って、もうちょっと劣勢な、落ち着こうと思ったんですけど、なかなかちょっと、平常心になれなかったです ね、 ね、ちょっと今お休み中ですけども、はい、どうですか、気持ち新たにやっぱり切り替えました。切り替えました、はい、これからですもんね。また一からやり直しなんで、はい、さあ、質問変わりまして、好きな選手いらっしゃいますか。好きな選手、そうですね、お一人は思いつくんですけども、一人は言わなくてもファンの方が、はい、池上、はい、哲司選手、そうですね、あと好きな選手、憧れてる選手とか尊敬してる選手とか。憧れは、かっこいいなと思う選手は大島和也さんです。どういうところが、まあ、ダンディですよね、おひげも、ね、レースが豪快なとこが好きです。はい、芸能人でいうと、ね、福山雅治です。おー、はい、ね、今またねテレビたくさん出てるし、映画も、はい、福山雅治さん、かっこいいですね。かっこいいですね。嫌いな人いないと思うんですけど、いないと思いますね。はい、じゃあちょっと聞いてみたいんですけど、海野選手、結婚観っていうのは、結婚って、まあ、いつかはって、そう、今でも、まあ、すぐ思ってますよ、はい、嫁に行きたいですか、はい、これは本当に。あ、そうなんですね、はい、じゃあ、福山雅治っぽい優しい人を見つけて、はい、そうですね、ちょっと、まあ、年がだいぶいったんで、厳しいですけど、いや、はい、まだまだ大丈夫ですけど、頑張ります。はい、さあ、寺田千恵選手が2001年のグラチャンで優勝しましたけども、これすごいことですよね。すごいですね。私あれゲストで、行ってたんですけど、唐津に。
もうこっちが緊張しました。あそこまで行くこともすごいですけどもね、1号艇でしたよね、はい、寺田選手、はい、じゃあ次はぜひ海野選手にそこまで登っていただいて。そうですね、私たちの方がね震えたいですけど、はい、そうしたら多分お客さんね、地元のファンの方とかもすごく応援してくださると思うので、まあ来年からちょっと私 B2 に落ちるんですけど、事故の関係で、すぐ A1 に戻りますので、地元でこの前失敗したんですけど、今度の11月の20日からの、はい、女子リーグは、まあ当たり前なんですけど優勝を目指して、メインで帰りたいと思いますので、今日だけじゃなく、毎日ね、足を運んでいただきたいと思います。宮島協定と海野ゆかりをよろしくお願いします。はい、海野ゆかり選手でした。皆様大きな拍手よろしくお願いいたします。